阪急の風、再び、ファイナルファンタジー5実況プレイ。私、実況者のキャンと申します。前回は、船の墓場をね、無事に脱出できたってところで終わったんですね。で、今回は、ここの新たな街にやってきたんですが、じゃあね、この街を探索していきたいと思います。カウエンの街。船の墓場から来たのかい？まさか幽霊じゃないだろうな。船の墓場から来ましたけど、幽霊ではない。なんもねえな。何か売ってるか、大体基本的なもの売ってますね。来たー、フェニオが。入ってる、竹。なのでね、さんはあんまり浮かすに戦闘不能になれないですね。高すぎて。でこっちは宿屋ですが、なんもねえな。なんもねえわ。50年前、飛竜は戦争に使われ、死んでいった。対空にいるのが最後の生き残りなんじゃ。ああ、そうなんだ。希少価値ありますね。それだったら。北の山に咲く紫の花は毒を持ってるんだ。なるほどね。そいつはやばいっすね。ビキア。まあ、ダガーは持ってますけど、ロングソード。ロックとしてはありますね。ロングソードか。ロングソード。ねえな。なんもねえのか。防具屋。ブロンズ。とりあえずじゃあブロンズヘルム行くこと。ブロンズアーマー行くこと。銅のグリアス1つか。で、モメントローブを2つか。じゃあ最強にしとけばいいのかな。ああ、ラガニ。でも下がっちゃうからね、ロトビーや。じゃあ魔法屋覗きましょうか。おお、レベル2の魔法ですね。じゃあスリクルと、まあ、使っとけ。魔法屋ってあんまり儲からなさそうですね。覚えちまえばね、もうあれでしょ、いらない、買わないですからね。この町の港は世界一さ、でも船が走らないんじゃね。そうですね。トカゲみたいに冬眠する奴らは、寒さが苦手なんだ。これは重要ですね。お、ドッケシを手に入れた。ウォルセーの船はもうない。風が弱って海がこれだからな。やっぱり影響が出てますね。確かこの下行けるんですよね。氷のロット。じゃあ早速装備させましょう。ちょっと上がりますね、攻撃力が。
わ、風が弱まってきたんで船を出せねえだ。なるほどね。この町の南、海を越えたところにフォルスの国があります。水のクリスタルの力を利用しているとか。おう、止めなきゃ。フォルスへ行く方法は、以前は船が出ていましたが風が弱まったせいで船は一体。シルドラもいないしぞ。バリス、すまん。今日何かいい方法はないの？風がないとなれば海はダメ。海がダメなら、海がダメならどうすりゃいいんだ。うちの旦那が北の山に竜が飛んでいくのを見かけたって言ってるの。でも誰も信じてくれないからパブの2階でいじけてるわ。あー、理由が珍しいですね。はい、北の山に飛竜層があるって聞くよ。でも独走に阻まれているとか。うん、飛竜とともに貴重な飛竜層、いい商売になりますね。おう、ないとは両手持ちじゃ。世界地図は手に入れたかい。 Y ボタンで世界を見れるぜ。台風の近くに隕石が落ちたんだって。早速隠し通路発見ですね。こういう風に隠し通路が分かるのはありがたいですね。もう手に入れていいよ。じゃあね、早速ピアノがあるとピアノ弾きましょう。ピアノが上手くなった。少しずつ上手くなっていくって感じですね。まあ今は何の意味もないですけどね。いじけてるって割となんでこんなところに寂しく舞台の上に一人立ってんだよ。まあ話を聞きましょう。本当に見たんだよ。竜が北の山に飛んでいくのをさ。どんな竜？なんだか鎧みたいなのをつけてさ。お父様の飛竜が北の山に？どうしたんだ？北の山には飛竜草という草が生えているの。飛竜の傷はその草でしか治せない。もしかしたら飛竜は傷ついて。海がダメなら空だ。飛竜ならウォルスへ行ける。上出来じゃ。北の山へ行くぞい。本当に見たんだよ。竜が北の山に飛んでいくのさ。一人しけてる割になんか元気そうじゃないですか。なんかトークショーでもやるのかな。あんなとこで。というわけで次の舞台は、飛竜を追って北の山へ行くわけですね。その前に、ちょっとステータス確認。上がんないですね。じゃあとりあえず宿に参りますか。はい。じゃあ早速で、北の山へ向かいましょう。
距離あるんですよね、北の山っていうのが。今十字の場所から、ちょっと北東の方にあるあれですね、2つ北東側に2つあるんですが、北東だよね、まあ右側の方があの船の墓場で、あの一番左側でのやつがあれですね、今回向かう北の山ですね。では早速行きましょう。ここでこっち行く。あ、行った。なかなか足らん。テントくれましたね。鬼だらけだから結構エンカウント率高そうですね。ナイトがミスったよ。あ、やっぱり寒さが弱点だった。じゃあね、早速行きたいと思います。ここは北の山です。おい、いきなり歓迎かよ。ロックガーター、結構タフだ。
Thank you.